卒業できて嬉しいです素敵な看護師さんになります。なります。私たち卒業します。イエーイ。文部大臣告示により専門士と称することを認める。以上40名。ご卒業おめでとうございます。ご父兄の皆様にも心よりお喜びを申し上げます。入学式当日は雨でした。夕方からは大雨になって春の嵐のようでした。3年が経ちました。皆様方は無事千日修行を終えました。すっかり立派になりました。学問なり技術があるということは立派なことには違いありませんが、それを人間のために有効に使って初めて優れた人間だということができるのだと思います。皆様は北里大学看護専門学校が世に送り出す人材です。自信を持って羽ばたいてください。これから皆さんが出ていこうとする世界には数々の難問が待ち構えています。特に皆さんが気をつけなくてはいけないのは職場におけるコミュニケーションだと思います。私たちは入学してから先輩方を目標に看護学生としてここまで成長することができました。私たちにとって先輩方は憧れでありかけがえのない存在です。この3年間を振り返ると本当にたくさんの方々に支えられてここまで来ることができました。悩んだ時には親身になって話を聞いてくださった先生方、私たちを優しく受け入れてくださった患者さん、人生の先輩としてたくさんのことを教えていただきました。そして何より共に支え合った仲間がいたからこそ辛い地震も乗り越えることができました。常に学ぶ姿勢を大切に日々精進していきたいと思います。なんですけど、先輩の看護師さんと一緒に頑張りたいと思います。患者さんの痛みの分かる看護師になりたいです。3年間お世話になりました。卒業してからもいろいろと頑張ります。今までお父さんお母さんが支えてくださったからこそこのような日を迎えることができました。本当にありがとうございました。